矢部恭介やべーチャンネル、念願のいちごビールいただきます。じゃあ行ってみようか。マジですか、はい、行きます、大丈夫ですか。大丈夫です。お願いします。お邪魔いたします。お邪魔いたします。ありがとうございます。ということでね、はい、アポロさん、アポロさんに、ね、お邪魔しております。出させていただいてます。これでおすすめの、はい、お邪魔しております。アポロさん、なんか言われがあるんですか、やっぱり。アポロ、アポロさんは言われはあるんですか。あ、そういうことか。なるほど。1969年。おお、さすが。すぐ出てきますね。早い。早い。人類月面着陸はね、やっぱりもう早押し問題だったらトップでしょ。そうなんですね。なるほど。何度も言ってますけど初めて知りました。なるほど。あ、せっかく来ましたから、はい、飲み物をね、飲みの続きを、はい、何飲みますか。僕、一杯目は生ビールで、はい、僕はもう先ほどビールいただいたんで、はい、レモンサワーで、レモンサワー、はい、じゃあレモンサワーで私も、はい、どうぞ飲みたいもの飲んでくださっていい。ハイボールにしてください。食い気味で。いやー、でもね、久しぶりになんかこうゆっくりというか、はい、なんか店商店街を通って、うん、めちゃくちゃやっぱいいですね。いや、こういう時間必要なんですよ、人間は。楽しかったね。だからそういう意味でこう気の置けない仲間たちとね、はい、一緒に飲みながら練り歩くっていうのがね、やっぱり、うん、いや、大福いちご美味しかった。美味しかった。いちごテキーラやばかった。やばいっすね、本当に。あー、もうあと2杯ぐらい飲んどくんだよな。3杯ぐらいいって通常量良かったっすね。いや、僕そのままの勢いで言ったら、もうここ来て普通に喋ってる、もうずっともう引きつけて、いやもう私なんか本当申し訳ないですけど、どこ見てるかわからないでしょって出たまま僕が話してると思う。でも飲みやすい、ちょっとびっくりしましたね。で、なんかこういいか悪いか分かりますけど、今回食べたいものを食べてなかったんで、はい、カンザシとか、ああ、はい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 、普通にプライベートで行きます。スッて、マジで、マジで皆さんちょっとね、浅草来られるものだったらぜひ行ってみたい。本当にもう真夏の暑い日とか、いちごビールなんて一番いいと思うよ、俺。あと、で、びっくりした、若い子多かったですね、うん、そうですね、もう特にもう女子人気すごかったですけどね、うん、びっくりしました。なんかこうお店の位置で、うん、客層が結構違うんだなと思ったのは、うん、やっぱ今日行った2号店は海通り近かったりとかするので、はい、割と若めのお客さんが多かったので、で、本店の方は、はい、店舗の東側なので、うん、割と先輩の方もいらっしゃる、お土産に買っていくみたいな、うん、はいはいはい、うん、じゃあテキーラじゃんけんでってのは本店はあんまり、そうですね、見ない光景ね。ほぼ2号店で、そしてまたこっからですよ、よろしく、よろしく、こっからです。じゃあすいません、ちょっと形になっちゃいますけど、はいはい、お付き合いください。ありがとうございます、はい、貴様ら乾杯するぞ、俺と付き合え、乾杯。ただうるさいだけ。いやー、うまい。あ、うまい。いやー、ありがとうございます。どうも、ありがとうございました、今日は。すげえいい乾杯もらっちゃう。これは素晴らしい乾杯になりましたよ。声量がすごいですね。もうテキーラのおかげです。もう僕はあるんですよ、はい、もうお任せで、はいはい、ぜひぜひ、はい、なんかとりあえずの車にちょっと詰まってた、うん、はい、そうですね、ヒーヤーヤンコ、あー、いいですね、アザス、メンキュー、アザス、パン焼きを、はい、じゃあ
茶がまた。やっぱ俺今日俺帰んないもん。おっと、ちょっとあの、1時の時点で、13時の時点でもう帰らない。それは堀川さん、ひょっとしたら帰れないの間違いかもしれない。進んじゃって。すいません。久しぶりの昼間からさ、ね、久しぶり。今日はありがとうございます。いや、どうもです。ありがとうございます。オーナー、ありがとうございます。いや、もう、うちのマネージャーの人とに今来てますけどね、悔しそうな顔しますよ。いいな、矢部さん、普段飲まないのに、こんな時だけ飲んでみたいな。いいなって顔しますね。でも、イングウェイって美味しかったですね。美味しかったっすね。まさにそのサイズ、抜群でしたね。大事。飲んべえにはちょっとなんですもん、慣れぐらいが。あんこも決して嫌いじゃないし好きなんだけれど、その適量、いちご大福もそうだけど、はい、あれぐらいのこしあんの量がいいんですよ。ちゃんと本当にやっぱ当たり前なんですけど、やっぱバランス考えてるんですね、計算されてるのね。盛り合いって、そう僕はね、あれなんですよ、あのお寿司とかでも、ネタの大きいものあるじゃないですか、シャリッとのバランスなんですよね、どうしても、だったら刺身で食えよってことで、そう、もうさすがおっしゃる通り、そうそう、バランスで、なんかこう一本穴子とかあるじゃないですか、俺もあれも挟んで、あれ切って、ちょうどいいサイズにして食べてて、あれもつまみになってますもん、分かる。で、なんかね、そう、大きな一手もんじゃないんですよね。いやだから思いました、その大福いちごが、あ、そういうことなんだ、やっぱりいちごのあの大きさとがあるから、あれにやっぱあんがありすぎて詰まっちゃうと、わけわかるで、いちご大福じゃないってことだね。そうっすメインはいちご、いわゆるこういちご大福とかって、いちご大福がこうそうコーティングしてる、してないもんね、ちゃんと、ビジュアルでもちゃんといちごは見えてるし、イメージとしてはイチゴ様がこう餃子、に座ってる、そうですね、鎮座増し増してるみたいな、あんこの上に、そうですね、イチゴが主役ですというイメージで、でまた他のも可愛い、映えが、映えがもう俺もう途中で思わず出ちゃうんですよ、つるいわこの絶対絶対美味しいですよね。美味しいに決まってるもんね。いやだから、絶対俺誰か連れてきて自慢するから。絶対売れるわ。これは売れますよ。女子連れてきて、いいとこ知ってんだよ。浅草行くの。本当素晴らしい。商品開発のおかげです。倒せないもの。もう6でなくのわけわけ。素晴らしいな、本物だわ、これは。あ、そうか、そうやって土手を作っていって、あ、ちょっと俺今度見よう見まねだけどやって最後に、そうだよね、いや勉強になるわ。はい、なるほど、あ、溶けていくわけね。基本的に味はつけてないんですよ。自分たちでつけるんですけど、今
今僕これ味付けしてないんですよ、うん、えあのでも逆に味付けしない代わりに明太子をトッピングしてるんですよ、はい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 、なので塩味がもうそれだけで十分っていう、うん、まあまあ、うん、うまっ、うん、おいしい、カマンベールはちゃんと絡んでる。これやっぱりもうちょっとあれですね。ロケ企画はバンバンやってきたですね、うん。そうですね。もう我々の楽しみでしかないです。うん、違う上野とか。そうだね、ああいいな、上野もいいな。本当にあの伝わってるところですね、うん、ただもう我々が楽しいところを自慢してるかのような部位にしかなってないような気がするんですけど、うん、皆さんもね、ぜひ皆さんたちでこうやってね、楽しんでいただければと思います、うん、おその前、あの女性自身の漫画にこうモラポロと書いた時に使われて、お本当だ、そうなんです、一緒だ、うん、ここに取材に来て、うーん、すごい、こう、ね、外観まんまっていうね、あんまいもうでも、あんまり良さを言ってここは困るでも困るんですけどね、あ、俺マジわかんない、うん、俺 SNS よく食べ物とか載せるんですけど、うんうん、あの写真とかうまいだけの話して、うん、あの店の名前とか一切載っけてないんですよ、あのそれは非常に賢明な結果自慢だけ、うん、俺こんなうまいもん食ったぜっていう、うん、まだ反感買うツイートにしかなってないんですけどそう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 、もう俺あのダメなんですよ、うん、人間的に小さいんで万が一、まあ、別に俺の影響力そんな大きいわけじゃないと思うんですけど、もう万が一、うん、俺が行った時に食べれないとか入れないとかになったらもう嫌なんで、うん、僕も結構分かる、ね、あのお越しの際は予約をした方がいい、乾杯いただいてもらっていいですか、はい、ありがとうございます、今日はあの今回は普通に正常に、はい、本当にありがとうございました、ありがとうございます、またでも冗談じゃなく、はい、いろんなこういう楽しいことをやっていきましょうよ、いやそうですね、あのやっぱね、うん、ね来てたはずの浅草をやっぱ知らないこともいっぱいあっ、うん、いっぱいある、うん、やっぱこうやっていろいろみんなで、うん、そう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 知ってみようだからこそ伝えられることがある、うんうん、散策するって大事ですね、そうですね、あのまだまだあんまり知られてない裏の浅草の、うん、でさっき歩きながら楽しいところもありますし、うん、西浅草の美味しいところもありますし、だから西浅草って言って連れてく、うん、来てもらわなかったら、うん、一人じゃ来ない、来ないです、来ないです、本当に来ない、うんうんうん、それこそね、ちょっと足伸ばして上野とかでもいいですし、うんうん、いいですね、こういう会話もいくらでもやってくださいありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いします、ありがとうござい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 ます、じゃあもうちょっと一旦この辺でね、はい、締めさせていただいて、はい、あとはね、はい、もうスタッフも手ぐすり聞いてもらって俺らより大丈夫食うてる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 大丈夫食うてるじゃないですかはい、ということで、はい、はい、これでということで、はい、あとはお皆さんも、はい、今日の動画を見ていただいて、はい、チャンネル登録していただいて、うん、もう実際に浅草に来てね、本当ですよ、いちごさん、はい、マジおすすめです、はい、いちごテキーラ絶対おすすめ、酒飲みには、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあもう、はい、打ち上げということで、はいはいはい、話す、ありがとうございます、あーうまい、チャンネル登録、高評価、よろしく、バットや